はい、どうも皆さん、こんばんは。あの日の少年です。ってことで、今回やってきますゲームはですね、この、檻の中に閉じ込められた少女の、やつです。腹ペコまーちゃんです。ちょっと前に、流行ってたよね。でもね、僕、見てないんで、どういうゲームかわからないんですけど。まあ、とりあえずやってこう。はじめから、ゴー!お兄ちゃん、おはよう。まーちゃんは今日も元気だよ。おー、元気いっぱいでいいじゃない。お兄ちゃん大好き。かわいい。とっても大好き。ずっとずっとまーちゃんのそばにいてね。そりゃそうだろ、妹なんだから。とりあえずサイズ、おー、おうふ。アップだとちょっと、なんだろうな。異様な雰囲気を醸し出すね。お兄ちゃん。まーちゃん、たこ焼き食べたいな。お願いしてもいい?おー、全然いいよ。たこ焼きね、懐かしい。すごい食い方するね。ありがとう。タコ出てるし。焼いてる?それ大丈夫?たこ焼き美味しい。外カリカリ、中トロトロだよ。タコさんも美味しいね。まあ美味しそうに食べてんのかな。すごい。アップやめて、アップ。全部食べた。とっても美味しかった。よかったよかった。でもまだとってもお腹空いてる。まだ?何食べたい?チャーハンとか作る?チャーハンお腹いっぱいになるでしょ。お兄ちゃん。まーちゃん、ステーキ食べたい。おー。ステーキか。痛いな、ちょっと。財布が痛いな。レアがいいな。注文多いな、この妹。やるけどさ。いや、すごい食い方だな。ありがとう。その食い方何?ステーキ美味しい。ほ、もう、すごい美味しそうに食べてんのかな。血が出てくるのがとっても好き。もぐもぐもぐ。血が出てくる。レア焼いてるんだよね。ごちそうさま。って言っちゃったけど、でももっと食べたいな。もうええって。ステーキ食べたらお腹いっぱいになるよ、普通。お前あれか、食いながらクソしてんのか。同時進行で。お兄ちゃん、まーちゃん生きたお魚食べたい。え?生きたお魚?いや、焼くよ。死んだのじゃやだ。いやいやいや、なんでなんで。絶対生きてるのがいい。勘弁してくれよ。とっても新鮮なお魚食べたい。いや、お腹壊すぞ、そんなこと。ねえ、いいでしょ?ダメに決まってんだろ。ありがとう。お兄ちゃん大好き。ええー、おい、了承したの?ダメでしょ。何やってんの?いやー、気持ち悪いな、なんか。すごい気持ち悪いな、我の妹ながら。とっても新鮮だね。ビチビチ暴れるのが可愛いね。じゃあ食べんなよ。血とか内臓とかとっても美味しい。まーちゃん生きてるの食べるの好き。だ、おい、大丈夫か、その発言。最後俺食ったりしねえよな。死ねえよな。ねえ、お兄ちゃんも食べる?いらない。いらないの?まーちゃんはもっともっと食べたいな。わかった、生きた魚釣ってくるからちょっと待ってろ。その檻の中でな。出てくるんじゃねえぞ、絶対。お兄ちゃんの分まで食べてあげるね。いいよ、俺の分までは。俺生きた魚食べたくないし。お兄ちゃん、まーちゃん隣の家にいる太郎食べたい。ダメだよ。太郎ダメでしょ。犬の太郎。あ、犬、いや、犬かじゃねえわ。ダメだよ、太郎。ダメに決まってんだろ。とっても美味しそうだよね。今ならお隣さんもいないんじゃないかな。取ってきて。勘弁してくれよ。お願い。勘弁してくれ。本当に取ってきてくれた。お兄ちゃん?お兄ちゃん。ありがとう。でももう死んじゃってるんだね。生きたままもっと来てほしかった。ダメだよ。おい、まーちゃん、ダメだよ。まーちゃんちょっと分からせないとな。殺したらかわいそうだよ。生きたまま食べる方がかわいそうだろ。美味しくなくなっちゃうしね。そう、お前の感性だろ。でもまーちゃんちゃんと食べるよ。もうええって。もうお前さっき食ったらやめろ、その食い方。むさぼるな。もぐ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 。死んでたからいまいち美味しくない。でも全部ちゃんと食べるよ。偉いでしょ。いや、いいよ。偉いとか偉くないとかの問題じゃない。食べんな、もう。褒めて褒めて。ステーキ、毎日ステーキ食わせてやっからもう食べんな。わーい。お兄ちゃんに褒めてもらえた。嬉しい。お兄ちゃんも食べなかったらもっと褒めてあげるよ。お兄ちゃん、大好き。もうええって。もう食うなよ。いや、汚ねえよ。ちょっとタオルやるから口周り拭け、まず。お兄ちゃん、まーちゃんお兄ちゃんの彼女食べたい。勘弁してくれよ。勘弁してくれ。彼女食べんのは勘弁してくれ、マジで。あゆみさんだっけ?はゆみさん食べたい。うわ、勘弁してくれ、まーちゃん。まーちゃん。まーちゃん。ね、いいでしょ、ダメだよ。あゆみさんどうしても食べたいの。ダメだよ、まーちゃん。なんでそんなことすんの?
絶対絶対絶対食べたいの。嫌がらせでしょ、お兄ちゃんに対する。お兄ちゃん、君に何かしたか？お願い、あゆみさん食べさせて。アホか、食べたらもう終わりなんだよ。あゆみは食べさせるわけにはいかねえ。新鮮なあゆみさん食べたい。どういう日本語？どういう日本語ですか、新鮮なあゆみさんって。食べさせねえよと思ったけど、ちょっと保存しようかな。セーブしていつでもさ。どうしよう、でも食べさせるわけにいかねえよ。食べさせたらお前もっともっと最後俺食べてくるだろ、そんな。ダメなの？食べちゃダメなの？なんでふざけんな。生きてるものは食べちゃダメなの。まーちゃん、わかった？なんでダメなの？だから生きてるものは食べちゃダメなの。食べたい？ダメ。早く食べたい。あゆみさん食べたい。ダメだって。他のものはいらない。なんで？あゆみさん食べさせて。どういう感情今？なんでそんなあゆみにこだわんの？お前、犬の太郎食べたろ。お願い！なんでダメなの？なんであゆみさん食べちゃダメなの？まだ懇願してたよ。もうええって。わかんないよ。みんな同じなのに。同じ食べ物なのに。君にとってはね、まーちゃんにとっては食べ物かもしれないけど、他の人たちにとっては、もう、お兄ちゃんにとってはもう彼女だからね。嫌い！お兄ちゃんなんて大嫌い！早く持ってきてよ！あゆみさん持ってきてよ！あ、もう嫌いって言ったからもう絶対持ってこない。絶対持ってこねえから。食べたいの？すぐにお腹が空いちゃうの？お願い！もうこれ、まーちゃんとまず、やばまーちゃん。お腹すいたよ。食べたじゃん、さっき。もうお腹ペコペコだよ。もうさっき食べたよ、まーちゃん。ねえ、あゆみさんじゃなくていいから。もうそういう問題じゃないんだよ。誰でもいいから。人のお肉なら誰でもいいから。もうやばいよ。まーちゃん、もうダメだよ、食べちゃう。まーちゃん我慢するから。もう食べんの我慢して。レアのお肉毎日出してあげるから。わがまま言わないから。それがわがままなんだよ。持ってきて。他のもの食べても吐いちゃうの。じゃあなんでさっき太郎食べたの？太郎食べたろ、お前。人のお肉じゃないとダメなの。お腹が空いてどうにかなりそうだよ。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、お腹空いたよ。お腹空いたよ。ダメだって。まーちゃん、まだ泣いてるよ。もう、限界だよ。お腹空いたよ。なんで、こんな。え、さっき食べたじゃん。絶対お腹空いてないって。こんな意地悪するの？お兄ちゃん、意地悪じゃねえよ。まーちゃんのことが、嫌いになったよ。いや、もう嫌いっていうかもう、そういう概念にももういねえわ。なんで、こんな、目に、こんなの、ひどいよ。まーちゃん、いい子なのに。いい子じゃないだろう。めちゃくちゃわがままお嬢様だよ。ずっと、いい子にしてたのに。お前、犬の太郎食べたろうが。いい子じゃねえよ。犬の太郎食べるやついい子じゃねえよ。お兄ちゃん、もう嫌いって言わないから。ずっと大好きだから。お兄ちゃん。もう、無理。動けないよ。何？え？お兄ちゃん、どうかしたの？あれ？ちょっとお兄ちゃん？なんで、そんなの、持ってるの？お兄ちゃん、それ、やばくね？お兄ちゃん、お肉、くれるの？お兄ちゃん、何か、食べないと、動けない。お兄ちゃん、お腹すいたよ。助けて。お兄ちゃん、助けて。選択肢1個しかないんですけど。ギャッ！でもな、この妹はちょっと危険すぎるな。何するの？お兄ちゃん、痛いよ！え、普通の人なのか、この妹って。血が出てるよ。お兄ちゃんやりすぎじゃねえ、それ。お兄ちゃん、やめて。毎日ステーキ出せばいいだけの話なんだぞ。お願い、お兄ちゃん。お兄ちゃん、これもう他の選択肢選べなさそうだよね。妹を刺すしかないな。痛いよ。うわ、なんか悲しいな。化け物っぽいんだけど、この妹。でもなんか、俺の妹だしな。やめて、お兄ちゃん。痛いの。いや、やだよ。なんでこんなことするの。いや、痛いの、もう嫌。もう、
やめて、おじいちゃん、お願いだから。まーちゃん、いい子にするから。もうやめてあげたら。だからもう。マジか、これしかないか。ちょっと最初のあれルートにしては変なとこ行っちゃったかもな。違う違う、もう死んじゃう、死んじゃうよ。死にたくない、死にたくないよ。まーちゃん、ただ食べたかっただけなのに。お腹空いてただけなのに。お兄ちゃん、お兄ちゃん、寒いよ、とっても寒いよ。お兄ちゃん、助けて助けて、死にたくないよ。まだ生きたいよ。もっとお兄ちゃんといたいよ。おいおいおい、もうやめてあげろ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、まーちゃん、死にたくない、死にたく。殺してくれたんですね。え、何これ。これで安心して眠れます。よく殺してくれました。あんな化け物死んで当然です。なんだこいつら。今日はお祭りですね。たくさん食べて飲んで祝いましょう。そういうことか、住民たちにも知れ渡ってたんだ、妹が化け物ってことが。何これ、本当におめでとう。すげえ綺麗な顔して寝てる。寝てるんじゃないのか。おめでとう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 。何この、これはこれで嫌なんだけど。おめでとう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 。俺の妹が、こんな悲しいエンディング。次回作アベコベリーちゃんの冒頭見ますか。いや、アベコベみーちゃん今いいだろう。はい、ということで、ちょっと新鮮なあゆみさんをね、ちょっとさっきは食べさせないっていうエンディングを見たらね、まーちゃんを殺す、自分の実の妹を殺すエンディング言っちゃったんで、いや、あんまりやりたくないけど、彼女食べさせてみる。これでね、どういうエンディングいくのか。ありがとう、とってもとっても嬉しい。早速持ってきてくれたら嬉しいな。はっ、ちゃんと生きたまま持ってきてね。死んだのじゃもう嫌だもん。もうこれ見るとまーちゃん殺して正解だった気もするよな。お願いだよ。このまま願い叶え続けてたらエクスカレートしていくと思うんだよね。うん、とうとう決めたんだね。辛い判断だって分かってる。でもあの子を救ってあげれるのはあなただけなんだな。感染者処分法、本当に残酷だよね。感染者処分法、家族じゃないとダメだなんて。まーちゃん、死んだんじゃ。ちゃんと殺したって。騙したんだ、彼女をここに連れてくるために。あなた、私のこと騙したの。ちゃんと持ってきてくれたんだね。とっても新鮮で美味しそう。そうか、まーちゃんはなんかに感染したんだ、病気みたいのに。人を食べなきゃ死んじゃうみたいな。お兄ちゃん大好き、早く食べたい、早くあゆみさん食べたい。ねえ、どういうこと。キャな、何を。やば。とっても美味しそうだね。どこから食べようかな。どこが美味しいと思う。最初足を食べちゃおう。あゆみさんの足ってとっても綺麗だもんね。新鮮だからとっても美味しいよね。よだれが出てきちゃった。てへ。ここから出して、お願い。今すぐ出して。聞いてるの？ねえ、聞いてるの？こんなの。いや、食べられるなんて。お願い、助けて。何でもするから。助けて。うわ、怖っ。それじゃあ足を切るね。よいしょ。ちゃんと足を縛って。やめて。いや。痛いかもしれないけど我慢してね。あ、やめ、助け。いやー、残酷だな、めちゃくちゃ。いやー、うわー、マジか。あゆみさんの足とってもとっても美味しいよ。今まで食べた中で一番美味しい。人のお肉ってこんなに美味しいんだね。もっともっと食べたくなっちゃう。お兄ちゃんも食べる？いやー、遠慮しなくてもいいのに。この妹はさ、感染したこと知らなさそうだな。お兄ちゃんって優しい。大好き。お兄ちゃんの分もあゆみさんを大事に食べるね。これで満足してくれよ、まーちゃん。お兄ちゃん、まーちゃんおじいちゃん食べたい。マジか。みおちゃん食べたい。
赤ちゃん食べたい。お父さん食べたい。いや、怖い怖い怖い。校長先生食べたい。おじさんは、別にいいかな。おじさんはダメなんだ。お隣さん食べたい。おばあちゃん食べたい。食べたい。いっぱい食べたい。お腹すいた。とってもとってもお腹すいた。エスカレートやっぱしてくんじゃん。もっともっともっと食べたい。ねえお兄ちゃん、まーちゃんお兄ちゃん食べたい。行くと思ったわ。絶対来ると思った。本当にお兄ちゃん食べていいんだね。うわ、しかも了承したよ、選択肢なしで。やばいな。ありがとう。お兄ちゃん大好き。大事に大事に食べるね。おい、まーちゃん、そんなことしたらな、お兄ちゃんのありがたみわかんなくなるぞ。もうな、お兄ちゃんあれだぞ、連れてこれなくなるぞ、君が食べたいと思ってる人たち。それじゃあ、いただきます。お兄ちゃん食べたらもう終わりだって。おい、聞いてんのか？バゲマの、おい。ああ、終わっちゃった。はい、ということで、腹ペコまーちゃんでした。いやー、怖いな、この話は。感染者の、なんかもあるんだろうね。いや、めちゃくちゃ、いやでもな、妹できたら俺も、もしかしたらこうするのかもしれないですね。はい。ってことで、腹ペコまちゃんでした。バイバイ。あべこびえ、みーちゃん、さっきはね、やらないって言ったんだけど、最後にやろう。はじめまして。君が私の？うん。わかった。私の名前？みんなからは、リーちゃんって、うん、そう呼んでくれると、嬉しいかな。その、よろしく、お願いします。好きな食べ物？ハヤシライスとか、好き。シュークリームみたいな、甘いの好き。でもね、辛いのとか、苦いのは、苦手。好きなのはね、本を読むこと。うん。本好き。ファンタジーがね、一番好き。君も？そう、なんだね。すごく、嬉しい。あとね、お話、するの、好き。意外？うん。よく、言われる。でも、好き。だからね、君とも、たくさん、おしゃべりしたい。体験版以上。早いな。はい。はい、またまーちゃん。